皆さんこんにちは、スタダジージーの伊藤千奈美です。私は今ファミ通ゲームの電撃のブースに来ています。というわけで今回は週刊ファミ通の編集長林様に来ていただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。ファミ通の林です。お願いします。お願いします。こちらはどんなブースになっているんですか？はい、そうですね、あの週刊ファミ通、ファミ通というゲームのメディアと、はい、それからゲームの電撃っていうゲームのメディアがあるんですけど、なるほど、あの今年はファミ通と電撃が共同のブースを作ってまして。共同なんですね。はい、去年もやったんですけど、去年はステージが2つあってそれぞれ配信してたんですけど、今年はそれもステージ1つにしまして、本当両メディア合同で企画を考えて、ここからいろんなゲームの情報を発信していると。なるほど。になってます。はい、今年のブースの注目ポイントはどのあたりなんですか？そうですね、あの、うん、一言で言うと、はい、ゲームがいろいろみたいな感じで、ゲームがいろいろ、あの普通東京ゲームショウのブースって、はい、いろんなメーカーさんが出展されていて、そのメーカーさんのゲームのタイトルの情報が 見れたりすると思うんですけども、はい、うちはメディアなので、うん、その本当いろんなメーカーさんのタイトルとか、それからクリエイターの皆さんにブースに来ていただいて、うん、発信を毎日してるんですね。なんでその僕らのブースに来ていただけると、本当いろんなゲームの情報だったりとか、それからゲームショーに出展していないあのメーカーさんにも実は来ていただいたりしてまして。そうなんですね。あの海外の開発スタジオの方をお呼びしてトークをちょっとお話を聞いたりですとか、そういうこともやったり、はい、してるんです。じゃあここでしか手に入らない情報もあるということですよね。そうですね、やっぱせっかくならあのメディアとしていろんな情報を引き出してお届けしたいなと思ってます。うん、なるほど。はい、13日以降の注目の番組はどのあたりですか？あのね、注目の番組だらけなんですけども。そうなんですよね。中でもちょっと林さんおすすめの番組は、そうですね、あの多分僕らならではなのは、はい、普通エンディングってあるじゃないですか。うんうんうん、でエンディングって普通にあの今日もお疲れ様でしたで終わりますよね。はい、で僕らの場合はあのエンディングにゲストを呼んでるんです。先ほど言いましたけれども、例えばあの13日のエンディングにはあのヨーロッパにあのクアンティックドリームっていう開発スタジオがあるんですね。はい、あの昨年プレイステーション4でデトロイトっていうゲームを作られた、うん、とても有名な皆さんなんですけど、その方をエンディングに呼んで、ちょっと豪華じゃないですか。エンディングだけれどもそういうゲストの方を呼んで配信をするとか、それから最終日、うん、15日のエンディングではですね、うん、ゲームメディアアワード、なるほど、ファミ通が選ぶ今年のゲームショーの、うん、あのグランドプライズは何だったか、一方でゲームの電撃が選ぶグランプリは何だったかみたいな、それを最終日のエンディングの時間に発表しようと思ってますので、ちょっと気になりますね。はい、ぜひそういったところも注目してもらえると嬉しいなと思います。ありがとうございます。エンディングにも注目ということですよね。はい、そうです、オープニングからエンディングまで、はい、はい、ありがとうございます。今日はお忙しい中ありがとうございました。はい、ありがとうございました。東京ゲームショー2019の公式アプリでは、この他にも各ブースの動画が配信されていますので、皆さんぜひチェックしてください。以上、ファミ通ゲームの電撃から伊藤千奈美がお届けしました。